はい、どうも。ジャニーズ事務所に一体何があったんでしょうかね。男組1988が再始動するのと、まあ同時にですけども、まあ、ジャニーズ事務所の、あの、タッキーですよね。滝沢さんがね、滝沢秀明さんが、まあ、退任ということで、びっくりしたわけです。まあ、びっくりはね、タッキーが40歳になってるってことですよね。 永遠の20代だと思ったんですけども、やっぱりアイドルさんといえども、年齢にはまあ抵抗し難いところがあるのかなっていうところでございます。え、そして創業者のジャニー北川さんはもういらっしゃらない、個人になったということなんですけども、一強だったと思ったね、ジャニーズ事務所が、ちょっとこう、凋落を見しているのかなっていうところでございます。金プリという5人組のチームのうち、3人が脱退するっていうニュースだったですよね。で、残りの2人で、 キンプリっていうのが続くということです。キングプリンスだったと思いますけども、えー、キンプリはミュージックステーションに生出演。10時にはドラマ、クロサギに平野さんが出演。その直後だったということなんで、寝、ね、耳に水ということではなかったのかなと思います。えー、5日の しかるべき時間帯に皆様へのお知らせを予定しておりましたが、準備を進める中で、憶測による情報が先行して流れる可能性がございましたので、急遽お知らせするタイミングを早めることにしましたというふうに4日語られております。 新発表に至った理由は明らかになったのですが、3人の脱退劇はいくつかの事情が伺えると。今のところ詳しいことは分かってないんですよね。一体何があったんでしょうね。まあ海外進出ってのをどうしてもこれから避けられない時代ということもあると思いますし、あとはね、ジャニーズ事務所といえば、金八先生が登竜門になっていたところがあったんですけども、あの、田原敏彦さんとかね、野村芳生さんとか近藤雅彦さんとか、それぞれ、 金髪先生を足掛かりりに大きくデビューしたところがありま,すまあそういうところがあったんですけどもでも金八先生も今番組としてないですしジャニーズ事務所といえばまあ歌も踊りも素晴らしいんですけどもドラマに出ているところが結構ね足掛かりになったところもあってそのドラマが今いまいち不調だってことなんですよねきっとまあ特にこれはジャニーズ事務所のせいではないんですけどもテレビってものがねどうしても視聴者さんの心を もう掴み損ねていることが続いてますからねいや今度からね YouTuber としてジャニーズ事務所もどん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 レビューさせた方がいいのかなと思ってしまいますはいまあ私としてはね YouTube で復活した男組1988をこれからも応援していきたいなと思うところでございますまあそれと一緒にジャニーズ事務所の歴史は終わるのかなっていう感じがしますけどもね皆さんどのようにお感じでしょうか